次はですね、LCD ディスプレイですね、それの制御をしたいと思います。で、ディスプレイを動かすのはですね、なかなかコマンドを一つ一つ制御してというのは骨が折れる仕事になりますので、ライブラリーをダウンロードしてください。で、こちらマスプレセンスのユーザーの方がですね、コントリビューションしてくれたこの2つのディスプレイライブラリーがありますので、それをダウンロードしてください。こちらをちょっと一旦アクセスしますね。で、ダウンロードしていただきたいのはですね、こちらの ILI9341と、それから GFX ライブラリー、この2つです。でちょっと一旦画面に戻しますけれども、ダウンロードの仕方はですね、このコードという緑色のボタンがありますので、それをクリックしていただいて、このダウンロード ZIP ですね、それをダウンロードしていただきます。まあ、実際にちょっとやってみましょう。でこのコードを押すとダウンロード ZIP ですね、そのこれをダウンロードしていただきます。今ダウンロードしますね。はい、あ、もうダウンロード終わったか。で、同じようにこの GFX ライブラリー、これもダウンロード ZIP でダウンロードしていただきます。まあ、ファイルは非常に小さいのですぐ終わりますね。で、これが終わりましたら Arduino IDE、 これを開いてください。それのスケッチのライブラリーをインクルード、 ZIP 形式のライブラリーをインストールで、先ほどダウンロードしたこの2つの ZIP ファイルですね、それを選択します。ちょっとやってみましょうね。これの ZIP 形式のライブラリーをインストール、この ZIP ファイルを開いていただくと、まあ、これすみません、これはすでにライブラリにインストールされていますので、こういうメッセージが出てくると思いますけれども、まあ、皆さんの場合はライブラリーがインストールできましたというようなメッセージが出てくると思います。で、それが終わりまして、正常にインストールできているかどうかというのはですね、ここのスケッチ例のところにですね、先ほどのちょっといろいろあるんですけれども、カスタムライブラリーのスケッチ例というところで、先ほどのインストールしたライブラリーのスケッチ例がここに出てくると思います。まずはちょっとこの作業を進めてください。皆さんこちらライブラリーのインストール終わられたかと思います。はい。で、ライブラリーのインストールが終わりました。先ほど紹介したようにカスタムライブラリーのスケッチ例というところにですね、このライブラリーのスケッチ例がインストールされています。ちょっとそれを開きたいと思います。で開くのはですね、こちらにありますアダフルート GFX ライブラリーのスプレッセンスモック ILI9341 というものですね。これを開きます。こちらのスプレッセンスモックですね。そうするとこのようなサンプルプログラムですね、それが開きます。で、これを書き込むんですけども、その前にですね、ディスプレイのセットアップを行いましょう。で、皆さんを使われているのはこちらのディスプレイのキットだと思います。でこちら接続はですね、こちらピンがちょっと開いているところがあると思いますけれども、この上と下のソケットをまたいで、このような形で挿す感じになります。これをちょっと挿していただきます。はい、
はい、であともう1点ですね、注意事項はですね、こちらの IO 電圧の電源の設定ですね、こちらなんですけれども、デフォルトではこちら 5.0V になっていると思うんですが、これを 3.3V、これに変更してください。でディスプレイは 3.3V ですので、これ 5.0V になっているとですね、表示されません。この2点、注意してください。で、電源を入れていただいて、まあ、一旦抜きましたのでコムポートですね、一応念のため確認しましょう。はい、選択されてますね。で、で先ほどと同じようにマイコンボードに書き込む、これをやってください。はい、これ書き込み完了しました。で、正常にライブラリーがインストールされているとこのような形で、グラフィックスが出てきます、ね、はい。で、もしですね、こうグラフィックスが一通りの手順は終わったけれどもグラフィックスが出てこない、もしくはグラフィックスの速度が遅いという場合はですね、ちょっと考えられる原因はですね、すでに Arduino UNO 用の Adafruit のこのライブラリー、同じ名前のライブラリーがあるんですね、それをインストールされている可能性があります。その場合はですね、ちょっとお手数なんですけれども、そのライブラリーを一旦削除していただいて、もう一度ちょっとインストールしてください。で、ライブラリーの削除の方法はですね、先ほどのこのライブラリーの管理で削除する方法と、これですね。で、あとまあ七面倒くさいという方はですね、エクスプローラーを開いていただいてですね、エクスプローラー、あ、これか、アルディーノのスケッチが格納されているフォルダーがあると思います。このアルディーノですね、そこのライブラリーズの中にですね、まあ、先ほどのライブラリーがこうインストールされています。この形ですね。で、アダフルート社のライブラリーも同じように格納されていますので、それを一旦削除していただいて、このスプレッセンス用のこのライブラリーをインストールし直してください。はい、で、まあ、特に皆さん問題なければこの先進めたいと思いますけれども、ここまで、終わってないという方はですね、ちょっと挙手をお願いいたします。それではですね、このまま解説進めたいと思います。で、こちらなんですけども、念のためですね、こちらの接続用の基板を持ってらっしゃらないと、からあと自分でここのディスプレイをですね、直接接続して操作したいという方に、このディスプレイとディスプレイセンスの接続ですね、それに関して簡単に説明したいと思います。で、このディスプレイとディスプレイセンスは SPI というインターフェースでつながれています。で、この SPI のインターフェースなんですけれども、マスタースレーブ形式になっておりまして、それぞれ IO がですね、 MISO マスターインスレーブアウトで、 MOSI マスターアウトスレーブインという IO が決められていますので、それぞれデバイス、それピンがつなが決められているんですね。それぞれ直結していただきます。あとクロックですね、クロック SCK、これも決められていますので、それぞれ多くのデバイスで、ね、これピンの指定がありますので、それをつないでいただきます。あと電源とグランドですね。で、電源 LED というのがあるんですが、これはですね、バックライト用、液晶のバックライト用の電源になります。で、ここはちょっと分岐になっているんですけども、同じ 3.3V だったら他のところから持ってきても構いません。例えばプレッセンスですと、ここに 3.3V のもう一つ電源出力がありますので、こことつないでいただいても構いません。
で、各デバイスごとに変わる部分というのは何かというとですね、こちらのチップセレクトをですね、チップセレクトというのはそのデバイスが選択されているよということを表す指定するピンです。からあともう一つは DC、 これはデータコマンドっていう信号になりますけれども、送信されている信号がデータかもしくはコマンドかということを表す信号になります。からあと最後はリセットですね。この3種類はですね、デバイス並びにこういったプロセッサーによってですね、比較的自由に設定できるようになっています。ですのでライブラリーもですね、ここが選択できるようになっています。では実際このアダフルート社のエイダフルート社ですねのライブラリーはどういうふうになっているかというと、このリセット、DC、CS それぞれを指定するようになっています。なので先ほど CS はこの緑色ですね、10ピン、リセットは8ピンかで、データコマンドが9ピンになってますので、それぞれ8、9、10と指定してあげて、このライブラリーにその値を渡してあげます。であと SPI ですね、デスプレッセンスは SPI のインターフェース複数ありますので、それを指定できるようになっています。でこの場合は拡張ボードの SPI をのインスタンスを渡しています。これはスプレッセンスのライブラリーの中でプリディファインされてますので、そのまま使っていただいて構いません。でちょっとここでですね、応用です。で実はちょっとこれスペック割れなんですけれども、スプレッセンスのメインボードからですね、このディスプレイにですね、を直接操作できます。まあ、あくまでちょっとスペック割れですので、そこはあくまで参考程度にしてください。で何がスペック割れかというところなんですけれども、ここのスプレッセンスの IO 電圧 1.8V なんですね。で一方でここのディスプレイの IO 電圧は 3.3V です。で 1.8V がギリギリハイというふうに認識してくれているので、こうディスプレイを操作できることになっています。でこの時にですね、このような形にピンをですねアサインします。でスプレッセンスのメインボードも SPI を持ってますので、それぞれ MISO、MOSI、それから SCK、 それは固定ですね。先ほど言ったようにそのリセット、それからチップセレクト、データコマンドピンは自由に設定できますので、今回このように設定しました。であと 3.3V の電源は 3.3V ですね。それからあとグランド、それぞれをきちっとつなげた場合で、こういうふうにした場合プログラムはどうなるかというところなんですが、ここはどうなるでしょうというところですね。こちらが答えになります。こちらリセットピンが25ピン、データコマンドが18ピン、 CS が24ピンですね。でそれぞれを指定してあげて、メインボードの SPI が別のインスタンスになりますので、ここだけ注意ですね。 SPI5 というのがメインボードの SPI の指定になりますので、これを渡してあげます。そうするとメインボードでもディスプレイ表示ができると、いうことになります。もし興味ある方はですね、ぜひ試してみてくださいですね。もう一回ちょっと出しますね。こんな感じで接続します。こういったボードを起こしてみても面白いかもしれないですね。はい。